はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらと、こちらですね。マインクラフトのゴールドソードとダイヤモンドソードです。はい、こちらですね、先日やりましたね、うん、ハロウィンの動画、うん、マイクラのゾンビになってみたやつですね、うん、あれで使ったものでございますね、うん、だからここに汚れが、そう、戦いの跡がね、残ってますね、うん、緑になっちゃってね、うん、動乱がここに映っちゃったっていう、うん、結構もったいないことしちゃったね、これね、あとここも映って、あ、そうですね、よくね、ゾンビは剣持ってるよね、うん、でよく金の剣を持ってるかな、うん、ダイヤモンドの剣とかあんまゾンビは持ってないけど、うん、まあ、エイシン君が普通の人間でパパがゾンビで、うん、でこうやって戦いましたね、うん、そんな感じで、今日はですね、こちらをまあ紹介したいっていうか、まあ紹介するものでもないよね、これもう見た目このそのまんまだもんね、うん、これ自体はねすごい柔らかめの素材で、まあそんなに痛くないんだよね、うん、ただ、ギザギザしてるもんでね、持ってるとちょっとなんかこう違和感あるかなって感じかな、うん、こうやって見てるとまさにマイクラだもんね、うん、でこの前エイシン君が面白いのを発見したのが、これこうやってね、うん、こうやってやると合体、こうやって綺麗に合体するんだよね、うん、レゴの、うん、これも同じで、そう、レゴのこれでエイシン君は気づいてたんでしょ、うん、うん、こりゃ、そう、それで同じようにやってみたらこっちでもできちゃったっていうね、うん、もうすごい、これもうドド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 みたいな感じだよね、うん、で今回はですね、ゾンビでも戦ったんだけど、まあせっかくなんでこれまたね戦ってみようかなって感じ、はい、で昔紹介しましたこのモフバンド、これを使ってですね、ちょっとこんな感じでね、これちょっと戦、うわ、ぶこれちょっと戦ってみようか、はい、はい、うれおお、危ない危ない、これね結構ね、なんだろう、やってるとどんどん傷ついてるんだよね。危ない危ない。シワができちゃってるからさ、ところあんまりやりすぎるの良くないかもしれない。だかり。あ、痛い。はい、ということで今回はマインクラフトのゴールドソードとダイヤモンドソードでした。はい、ということで今回はですね、マイクラのゾンビ、マイチャンネルマイクラゾンビで使った、このゴールドソードとダイヤモンドソードを紹介しましたね、うん、結構大きいんだよね、うん、まだエイシン君の地域のハロウィンのイベントが終わってないらしいので、これぜひ使ってください。はい、うん、せっかくだからね、うん、うん、はい、ということで今日の動画はですね、もし楽しかったなとか良かったなって思った方はですね、ぜひ高評価ボタンお願いしますね。そしてチャンネル登録をしていただくと、まえチャンネルが YouTube のチャンネル登録の一覧に一覧に表示されますので、ぜひチャンネル登録もお願いしますね、うん、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。